ハロワールドアイシャーですディープラーニングの世界第13回目の今日はレネットを紹介していきます。今回からディープラーニングのいろんなモデルを紹介します。まず最初はコンボリューショナルニューラルネットワークからやっていこうかなと思います。まあ、俗に言う CNN ですね。 でその初回がレネット今日は88年に発表されたレネットの最初のバージョンとさらに98年に発表されたレネット5っていうこの2つのバージョンを紹介していきたいなと思います今や大ディープラーニング時代であんなモデルこんなモデルっていうのがドバドバドバーっと今出てきてますけどそのブームが起こる前の時代のネットワークですこれがね論文がなかなか味わい深くて面白いんですよはい前置きはこんぐらいにして早速1個目のレネットから見ていきましょうはい 今日はこの論文に登場するニューラルネットワークをレネットって呼んで話を進めることにします。その論文がこちら。でね、ヤンレイクンさんの Generalization and Network Design Strategies。この論文について見ていきます。で、この論文がね、なかなかいいんですよ。まずはこの論文が出された1988年その時代背景から紹介していきたいなと思います。 でこの時代この研究はコネクショニズムと呼ばれてましたコネクショニズムっていうのは人工ニューロン同士をつなげるそのコネクションがなんかいい感じになってないとつまりは人工ニューラルネットワークってなんかめちゃすごいじゃんっていう考え方のことです今は AI の研究とかディープラーニングの研究って言われてますけどその前の冬の時代の前の第一次第二次ニューラルネットワークブームの時はコネクショニズムって呼ばれてました で、この時代に火をつけたのがあの技術誤差逆電波法です。それが出たのが86年なんですよねはい、というわけでこの論文は88年ですから誤差逆電波が広く知られるようになってからわずか2年の論文っていうことになりますでこの論文のねイントロダクションがまた面白いんですよイントロダクションで大事だよって書かれてた考え方を4つこちらに書いてみます はいこの4つですどんな4つだったかというと、誤差逆電波って大事だよねって話、トレーニングデータとテストデータに分けましょうっていう話、さらに複雑なモデル使うんだったら、データ大きくないと変なことになるよって話と、これ、最後は科学習に気をつけましょうと、この4つの話が出てくるんですよね。いや、これがね、イントロにめちゃ大事ですよって書いてるんですよ。今では当たり前のことですよけどね。 でも、当時はこれがかなり最先端で、押さえておくべき考え方だったんじゃないかなと思います。で、この当時とか、このちょっと前にやられてる、多変量解析って呼ばれる一連の手法だと、ここら辺の概念、あんまないんですよね。補佐逆電波じゃなくて、固有値計算したらいろんなものが求まったりするし、あとは、多変量解析って普通、全データボンって突っ込む、ンカって概念あんまないので、全データ突っ込むのが当たり前だし、多変量解析って数十ぐらいのデータでも結構面白いデータが出てくるんですよね。 で複雑な入り組んだモデルでみたいなこともしないんで、科学集っていうのもそんなに気にされてなかった時代だと思います。まあ、そういう時代背景を考えれば、ちゃんと計算できないから誤差逆電波で禁じでやるとか、まあ、そういうのも含めて、ここら辺は最新の考え方だったんじゃないかなと思います。なんかいいですよね、時代背景を感じて、いい論文だなと思います。まあ、この論文自体ね、そんな長くなくて、パッと読めるんで、ぜひ興味があれば読んでみると面白いんじゃないかなと思います。はい というわけで、前話が終わったところで、レネットの話に行きましょう。ディープラーニングのモデルを理解する上で押さえておくべき大事なものが3つあります。それが、どんなタスクを解いたのか。2つ目が、どういうアーキテクチャ、ネットワークだったのか。3番目が、その制度。この3つです。というわけで、レネットについては、この3つを押さえて紹介していこうかなと思います。まず、どんなタスクだったのか、それを見ていきましょう。レネットのタスク、それは、デン。 皆さんおなじみ、手書きの数字認識です。ですが、まだね、エムギストじゃないんですよ。ここで使うデータは、でん、こんな感じです。16×16 16の手書き数字の画像480枚です。いや、いいですよね。で、複雑なモデル使うんだったら、大量のデータ使えよって言うんですが、その当時の大量っていうのは480枚のことの多いようです。今だったらね、 桁何個も違いますよね。480万枚とかなって大量って気がしますけど、当時はこういう世界でした。で、このうち320枚を学習に使って、160枚をテストに使うと、そういう概念でございました。で、この手書き数字が味があるんですよ。なんと、ペイントでマウスで書いた数字を使ってます。ちょっと例を見てみましょうか。はい、出ました。こんな感じです。この論文の中の図を拝借しました。いや、いいですよね、これ。 マウスペイント文字って感じでしょだから濃さっていう概念はなくて01のチのバイナリー画像になっております。これが今回使うデータでございます。はい、というわけでレネットのタスクについて分かったところでじゃあどんなモデルだったのっていうお話に行きましょう。はい、というわけでモデル早速書いていきます。<music> はいで、できました。これがレネってです。おれながらいい図ですね。ちょっと1箇所書き忘れたんで、それだけ足すね。はい、こんな感じです。じゃあ、早速見ていきましょう。でなんか、こんな感じの図、ディープラーニング勉強してきたら出てる、勉強してたら出てくるじゃないですか。パンダ、出てくるじゃないですか。この図の意味も含めて、ちょっと紹介していきたいなと思います。 まず最初こちら、インプットがあります。インプットはさっき言った通り 16×16 16の画像です。この正方形が 16×16 16の画像だよっていうのをイメージしております。で、最初にアプライする層が 3×3 のコンボリューションレイヤーです。で、今回はストライドを2に設定してます。私の動画ではまだストライドって紹介してなかったんですが、要は 3×3 のカーネルをぶつけて 畳み込み込しますでその時に次は2マスずらしたところで 3×3 やって、次は2マスずらしたところで 3×3 やってと、1回の動き幅のことをストライドって言います。3×3 で2個ずつずれていくんで、こう1列ずつだけこうかぶりながらよほど縦に動いていくと。それがここの意味です。でですね、最近はコンボリューションレイヤーといえば、アクティベーションファンクションはレ e l を使うことが多いと思うんですよね。レクティファイドリニアユニット なんですけれども、この時代はタンジェントハイパーボリックがめちゃめちちゃゃ使われます。多分まだレルなかったんですかね分かんないですけど。なんで、勾配消失とかの問題にもいい感じに対応できるように初期値とかこうパラメータとかいろいろ慎重に決めてます。ともかく3かけ3の畳み込みやって、でストライド上げでアクティベーションはタンジェントハイパーブリックっていうので、8かけ8の特徴ロールマップを2チャンネル作ります。で、 現代だとこの後、プーリングやると思うんですが、そのままもう一回コンボリューションをかけます。この2チャンネルから読み込んで、5×5 のコンボリューションをします。今度はストライド1なんで、ストライド省略してます。ともかく5、5×5 をぶつけるんで、4×4 分だけ縦横が減って4、4×4 になります。で、チャンネル数は4つ用意します。で、最後、この 4×4×4 の特徴量を、ボンと一気にくっつけて、10次元にすると。これがレネットです。 いやー、シンプルでしょ。3層のコンボリューショナルニューラルネットワークです。で、まあ,あとね、細かいこと言い出すといろいろあるんですよ。ここにタンジェントハイポボリックって書いてますが、ここソフトマックスじゃないです。で、ここのロスファンクションもよく使うカテゴリカルクロスエントロピーじゃなくて、MSE、ミンスクエアードエラーの方を使ってたりします。まあ、ちょっとね、そういう細かい違いはあるんですが、まあまあ、そういうのは置いといて。 レネットっていうのはこういう感じです。これがね、1988年ですよ。意外とディープラーニング、歴史が長いですね。1988年なんてね、私のマスターもまだ生まれてないですからね。まあ、それはどうでもいいか。というわけで、こんなネットワークがレネットです。で、こんなシンプルなネットワークでも、なんと精度はいくつだと思いますじゃん精度は98.4%まで出ます。なかなかすごいですね。 やっぱりこのディープラーニングって素晴らしいですよね。この前の時代は全結合のネットワークとかが多かったんですよね。それだとやっぱりしんどいけれども、この半華性能のポイントは、畳み込み層を使うことによってパラメータ数をガッて削減したこと、さらにこのチャンネルをちゃんと増やしたこと、この2つにあるっていうことを主張しています。実際この論文では、畳み込みを使わないようなニューラルネットと、 あとは畳み込み使うんだけど、チャンネル数が常に1個のニューラルネットと比較してます。で、これが一番強いと。まあ、そんな話が書いてあります。というわけで、レネットでした。ではでは、その10年後、98年に出されたレネット5ではどういうことになっているのか、それを次の黒板で見ていきましょう。はいレネット5はこの論文で紹介されているネットワークです。で、これです。 ヤンレイ君と他の何人かによって出版されたグラジエントベーストラーニングアプライド・トゥ・ドキュメント・レコギションとこの論文でございます。で、この論文の本当のターゲットはこの四角い一文字入ってる画像を分類するって話じゃなくてビャ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 と書かれたやつを文字として認識するとそういうタスクをやっております。はい、こんなタスクですね。 さっきレネットの方で扱ってたのは0です2ですっていうやつをこう0です2ですっていう風に認識するやつですが、この論文のメインテーマは郵便番号とかね、こんな風に書いてあるじゃないですか。これを AI が読み取って123の4567だよと。まあこういう風に分類するのが目的の論文です。ですが、この中にレネットがね、出てくるんで、よくこいつが引用されてることが多いんじゃないかなと思います。で、 レネット5に行く前に、ここもね、イントロでちょっと面白い記述があったんですよ、時代を感じる記述、なんでそれだけ紹介しようかなと思います。はい、それは、局所会だけど、実用で全然使えますよねっていうお話です。どういうことでしょうか、まあ、今となっては当たり前なんですけど、今回、バックプロパゲーションっていうのがまたイントロに入ってるんですよ、SGD っていうのがあるんだよみたいな、そういうまだ黎明期なんですよね。 でストカスティックグラディエントディセントの欠点っていうのは、その最小値が見つかるんじゃなくて、極小値で止まっちゃうっていうのは、最小じゃないところで止まっちゃうっていう問題があるじゃないですか。で、これはね、結構大問題だったと思うんですよね、当時、論争になってたと思います、知らんけど。ですが、最小値じゃないけど、極小値でも全然これ、実用に耐えるレベルのいいものができるじゃん。だから 極小解に陥っちゃうのは嫌だけど、もうガンガン実用していこうよっていう風に、もう10年後のこのタイミングではなってるんだと思いますよね、これはこの10年のプログレスなんじゃないかなと思います。結構、なんかパ,ラムパラダイムシフトだと思いますよ、パーセプトロンとかね、あの一番いい解とか出せますし、いわゆる古典的な分析って、方程式の解解いたら、数式で、ね、一番いい解出せたりする、そういう突災的化問題ばっかりだったんですけど、これ、全然違いますからね。 でもまあそういう考えの転換がこの10年の間に起こってたんじゃないかなと思いますはいじゃあ余談は置いといてモデルの話に行きましょう今回はレネットのモデルのアーキテクチャーだけをお伝えしようかなと思いますそれがこちらじゃあ書いていきますでん かけました。これがレ e n e t 5のアーキテクチャです。では、早速一部一部説明していきましょう。まずはここ、インプットが 32×32 32の画像です。普通の m g s o 2 8 × 2 8より大きいんですよね。これなんか元素材をパディングして、外側を000000、白色ですよっていう風に埋めて32、32×32 にしたらしいです。で、まず最初いきます。コンボリューションレイヤー 5×5 のストライドが1のコンボリューションをバンって当てます。 すると4、4×4 分減って28、28×28 の特徴量マップが手に入ります。これを6チャンネル作ります。1998年ではまだレクティファイドリニアユニットはなくて、タンジェントハイパーブリックが活性化関数に選ばれております。で、ここに来たら2、2×2 のアベレージプーリングをやります。アベレージプーリングって私の動画で紹介しないですけど、マックスプーリングの仲間です。 マックスプーリングはそのカーネルの 2×2 のマスの中の最大値を次に出力するということをやってましたが、アベレージの場合は平均値で出力します。まあそれだけですね。このプラスタンジェントハイパーボリックは後で説明します。ストライドが2でこう1個やったら次に2個となり、2個となりと、まあそういうやつでございます。なのでサイズが半分になって 14×14 14の特徴量マップが6チャンネルというふうになります。で、次のレイヤー。次のレイヤーはビヨーンときて 5×5 のコンボリューションやります。 ちょっと一工夫あるんですが、これは後で説明します。で、また活性化関数は、タンジェントハイパブリックを使ってて5、5×5 だからまた 4×4 サイズが減って10、10×10 の特徴量マップが16チャンネルっていう風になります。で、もう一回、同じ 2×2 のアベレージプーリングをかけることによって5、5×5 になります。3度目のコンボリューション。ここで 5×5 のコンボリューションをやって1、1×1 の特徴量マップを120枚作ります。まあ、でもこれ、実質全結合ですけどね。 まあ言論文を尊重しててのコンンボリューションといいう,うに書いておきますで、最後の2層、フラットン×デンスというわけで、この 1×1 をもう平らにして120次元のベクトルだと思って、さらに全結合で84次元に落としてやります。で、ここでね、ユークリディアン・ラジアル・ベースド・ファンクションという謎の関数を使って10次元に落とします。まあ、ちょっとあの細かいことを知りたい人は、原論文を読んでください。というわけで、これがレネット5のアーキテクチャですよ。 なんか今と似てるところと若干違うところがありますよね。じゃあ、後で話すって言ってたポイントを2つ紹介します。まず、ここのタンジェントハイパブリック。現代では、プーリングレイヤー終わった後、まあ、よく使うのマックスプーリングなんですけど、マックスプーリングしたら、そのままその値を次のレイヤーに渡すんですが、Lenet5 では活性化関数を挟むみたいです。タンジェントハイパブリックはここにもここにもついてます。というわけでもう全体、全部タンジェントハイパブリックかけるということがされてございます。 で、次、このプラスアルファ、ここの工夫がちょっと面白いんですよね。10×10 10の特徴量マップを16チャンネル作るんですが、この1チャンネル1チャンネルが、見に行ってるこっちのチャンネルが違うんですよ。16個のうちの1個目は、こっちの6個の最初の3個だけを見ますとか、16個のうちの2個目は、この6個のうちの2番、2、3、4番目を見ますとか。 何番目はこの6個の中のうちの4個見ててとか、最後の1個は6個全部見ててみたいに、この16種類が見に行くやつが全部微妙に違うんですよね。これ面白くて論文では何でかっていうと、この16チャンネルが全部違う意味を持つように対称性を破壊したと、そんな風に書いてありました。とか、やっぱこの時代計算資源ギリギリですからね、ちょっとでもパラメータを減らして学習を早くするっていう工夫だったみたいです。まあ、ドロップアウトの手動版みたいな、まあちょっと違うか。 そんな感じの処理がここ、でされておりますでここユークリディアン・ラジアル・ベース・ド・ファンクションっていうのは、これ面白くて罰則項に対する工夫なんですよね。当時はソフトマックスでボンってやる。それがなんか精度悪かったらしいんですよ、どうも、論文によると。なんでか知らんけど。で、この時の工夫が何かっていうと、例えば数字の0とアルファベット大文字の O と小文字の O ってなんか間違えやすいじゃないですか。そういうやつは間違えても罰則小さめにしといて、 ただただ O と X 間違えるみたいなことしたらでかい罰則を与えますよみたいな。そういうのに対応できるようないい感じの工夫っていうのがここでもされております。はい。というわけで、レネット見てまいりました。レネット5か。改めてこう見てみても、コンボリューションとかはね、共通だなと思うんだけど、アクティベーションが全部探知だったり、プーリングの後にも使ってたり、なんかここがね、普通のソフトマックスとカテゴリカルクロスエントロピーじゃないとか、いろんな違いがありますが、これがビフォー、 AI 大ブームの前の一番代表的なモデルの一つでございました。 というわけで今日の動画はここまでにしようかなと思います。いつものように面白いかなと思ったら高評価ボタン押してください。さらにチャンネル登録もしてくれると嬉しいです。私はこんな感じでこれからもディープラグニングのモデルの動画出していきますのでよかったら通知もオンにしてください。通知オンにすると私が動画投稿した時に通知が来て便利です。あとは下にコメント欄、あとは私ツイッターもやってます。ので質問、コメント、感想などなどなんかあったらコメントとかツイッターフォローしてリプライとかいただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで今日の動画はここまで。 バイバーイ実はバーチャル私1ヶ月ぶりぐらいの撮影です。楽しんでくれるといいな。ちょっと噛んじゃったけどね。はいというわけでここで今日の動画を終わりにしようと思います。じゃあ、バイバイ